最近、成り上がり系主人公の作品が好きな、歴史上の人物で言えば秀吉や劉備が好きなミーハーなゆっくり霊夢です。下の立場に甘んじている人が、自分の能力のみで上の地位にまで上り詰める。だから私は劉備がとても好きなんだよな。でも意外と尊敬も嫌いにはなれない、中途半端なゆっくり魔理沙だぜ。さて今回は三国志武将紹介。紹介するのは関羽を裏切った武将、詩人よ。三国志演義と関羽伝では不死人とも呼ばれている人物なので、こっちの三文字の名前の方がもしかしたら有名かもしれないわね。前に紹介した美貌と一緒に五軍に寝返った人物か。さて改めて紹介する人物は不死人、あざなお君儀。今回は詩人と呼ばせてもらうわね。慶州で城を必死に守っていたものの、様々な悪い状況が重なり関羽を裏切ることになった男。彼は一体どういった人物なんだ。詩人は優秀公用軍出身の人物よ。劉備の出身地である卓軍と近いので俗に劉備軍の古参の臣下なんじゃないのか、と言われている人物でもあるの。そんな噂が出るのも歴史書には彼の過去が一切書かれてないがゆえ。彼は劉備が職を取った時には将軍に任命され、慶州の公安の守備を任されていた、みたい。まあここまでの地位にまで任命されているんだ。関羽ほどじゃないかもしれないが、そこそこ長い年月劉備に仕えた人物の可能性は大いにあるぜ。219年、関羽は兵を率いて繁盛の総陣攻めに出陣。後方のことは南軍対守備棒を公用に、将軍の詩人は公安に任せた。しかし関羽は死体譜に対して傲慢な男であり、美貌と詩人は元より関羽が好きじゃなかったのでそんなに真剣に関羽に物資の輸送をせず、関羽に尽くそうとしなかった。だから関羽は、帰還したらこの二人を処罰せねばならぬ、と公言し、この二人は恐れおののいたみたい。もしかしたら関羽は劉備よりも怖い存在なのかもしれないわね。生地関羽は慶州で力を持っていて劉備軍の最古参でもある人物だ。そんな彼が言った言葉ってのは重いぜ。本来、関羽は将兵を公安、南軍に残す必要がなく全軍を繁盛に派遣できるはず。だって背後の五軍とは同盟を結んでいるからね。しかしもって関羽はそんな甘い考えを一切持っておらず、万が一の後の裏切りに備えてかなりの数の兵士を後方に残しておいた。しかし関羽は後の予謀が、病気だという噂を聞くとこれに油断し、後方の兵士たちを一斉に前線に移動させたの。こうして予謀は慶州南部の守備を薄くさせ、密かに慶州に攻め込んできたのよ。関羽は五軍を舐めている節があった。予謀以外差したる武将はいないと多分思っていたんだろうぜ。予謀は兵士たちに商人の服を着させ、なんと関羽が作った見張り台を発見するたびにそこを守っている兵士たちを全員生け捕りにしていった。だから関羽はこの予謀の動きに一切気づくことができなかった。無論将軍の詩人もびっくりしたわ。味方の和津の五軍がいきなり自分が守っている公安の近くに急に現れたんだからね。むむむ、もっと後方に兵を置いていれば予謀軍を早くに発見できただろうし、余震場発見できなかったとしても、予謀軍に対処はできたはずだぜ。将軍の詩人は当初は公安にこもっての徹底抗戦の構えを見せた。ここで予謀は愚本に詩人の説得を依頼したの。愚本はお城のすぐそばまで来ると、そなたたちの将軍とお話ししたい、と門を守っている人に話したんだけど、詩人は愚本と会おうとさえしなかった。だから愚本は手紙を書いて詩人を説得しようとしたの。むむむ。詩人は愚本と会おうとさえしない。そんな強情な男を手紙で、文字だけで説得できるか。愚本は手紙の中で詩人の感情をかなり揺さぶった。手紙の内容は、真の知恵者というものは未然に災いの芽を摘み取り、将来の災いを遠ざけるもの。物事の損得を知っているからこそ人と協力し、生存か滅亡の意味することをよく知っているから吉凶を判断するのです。我が大軍が慶州を攻めた時、多くの関所がありましたが、我々は呪しを上げさせずにこれを突破しました。これを天命と言わずに何というのでしょうか。もし違うというのならば必ず内応者が出たはずです。将軍はこの流れをあえて見ようと馳せず、時期が来ても我々に会おうともせず、包囲された城を固く守って投降にも応じない。
将軍が城を必死に守ったところで天下の人々、波動を思うでしょうか。将軍が戦死すれば将軍の一族は滅び、きっと皆が将軍のことを愚か者だと評価することでしょうね、と詩人を追い詰めていった。むむむ。しかし、城を必死に守っていれば何か流れが変わるかもしれないし、もしかしたら関羽がこの後軍の動きに気づいて助けに来るかも。愚本はもしもの可能性さえも潰す。愚本は続け、我が軍の余猛はまっすぐに南軍を目指し陸路を分断するという作戦を用いるつもりです。この道さえ塞いでしまえば、私が調べた限りこの地形では将軍はもう逃げ場がなく終わりです。脱走しようとしても逃げ切れず、降伏をすれば真偽を失うことになる。将軍の心を察すると私まで心をすごく痛めてしまいます。これは重要な事柄ゆえ、よく考えて結論を出してください。と書いて手紙を締めた。詩人はこの手紙をもらうと号泣しながら五軍に降伏することを選んだの。難しい選択だぜ。城を必死に守ったところでいずれは戦死し、一族も滅ぼされる。降伏すれば真偽を失うことになる。両方に長所と短所があるぜ。後に下ってから詩人のことは歴史書に一切書かれていないわ。関羽を裏切ったために歴史書に名を刻んだ人物とも言えるわね。演技が大好きな人や関羽が好きな人にとっても忘れられない武将になったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。彼のあざなが君儀ってのもなかなかにいい味を出しているなと個人的には思ったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。